せーの、はい、正直に言ってどんな感じ、この気持ちは。いや、正直に言って、あの男でも、うん、触りたくなる、うん。はい、気づめればエメレです。よいしょ、皆さんこんにちは。こんにちは、はい、本日のトルコ語はお薬イラチ、お薬イラチでございます。はい、本日はですね、お薬ということでですね、そうです、本日は兄弟2人で同時に精力剤を飲んでみました。よっしゃ飲んでみましたじゃないか、飲みます、はい、飲みます。今日はね、ドッキリとかじゃないらしいです。はい、こちらに、海外からちょっと取り寄せた精力剤があります。はい、こちらの精力剤、あのエムレに半年前ぐらいの動画で飲ましたの。やられちゃったよ。そう、兄にこっそり飲ましたらどうなるかみたいな。そう、その時エムレが結構やばかったから、思い出したくないごめんね、あれは。だからその気持ちを僕もちょっと味わってみたい。だから、じゃあ飲む、一人で飲む、一人で飲むのはちょっと寂しいから、エムレにも飲んでもらいます。二人で同時に飲みます。どんなきっかけだよ、男二人で兄弟でさ、この家で二人で精力剤飲むってどういうこと。ちょっとこれ怖いけど、まああのちょっとなんとかちょっと頑張ります。だからこれさ減ってるけど大丈夫、これ満タンだって半年前。てかどこで使ったお前これ。いや、俺が聞くわ。お前どうしたの、 YouTube の企画でしか使ってないはずなのに。え、なんか減ってない、これどういうこと。おい、これさ2人で飲んだらどうなんだろう、はい、ちょっとどうする、ロックとか携帯ちょっと遠くに置いとく。そう、とりあえずね、ちょっと電源切った方がいい。間開ける、ここ。いや、間は切る必要ないでしょ。間開けたって俺追いつけちゃうよ、お前。いやいや、ちょっとこれ、この空間で、男2人の空間で飲みたくなくない？だからお前がやろうって言ったじゃん、今日。いや、やりたいけどさ、マジで俺この子言ってきたの、動画撮る前に。この前はね、あのエムレにドッキリで一人で飲ませちゃったから、それちょっと申し訳ないと、あの今頃だけど思うんだけどって言われて。いや、怖い、でもなんか。だから今日はちょっと、エムレの気持ち分かるために、2人で飲もうって言われたの。いや、これね、普通のやつよりも、日本で売ってるやつよりも強力なやつなの、うん、海外から特別に取り寄せたものです。エネスが僕にドッキリするがために。ちょっと俺っかになったらどうしよう。もうやってけ。もうやるしかないですね、これ。もうね、もうエースもせっかくここまで企画進めてくれてるんで、もうここでね、後戻りできない。ルールはスマホをとりあえず電源切って。そう、スマホの電源は切ります。お互いに変なこと言っちゃダメ。そう、あとあの後味悪くならないように。変な目で見るのダメだよ。そう、変な目で見るのだけやめて、恥ずかしいから。あー、これさ、これちょっとやばい。このお前いつ使った、本当に。マジで使ってない、このね。そもそもこういう企画でしか使えない、動画用なんで。これ動画用に取り寄せた。これ1個1万5000円ぐらいするやつ。これマジで高い。まあ、そこは値段のアピールはいらないから。いやいや、だからそれをお前使いやがってさ、俺どうすんだよ。使ってないって、これ。お前が何回ドッキリしたかによるでしょ。まあ、予備あるんで。てか変態だな、これ。これさ、誰かさ、あのお客さんが家に来てこれ見たら恥ずかしいよ。やっぱちょっと飲んでいこう。はいはい、いくよ。マジで2人で飲むの。飲みます飲みます。男2人で今からこちらのお薬を飲ませていただきます。はい。まあ僕らはね、まあ、BL 兄弟、まあ、僕らの BL の意味はあのボーイズラブじゃなくてブラザーズラブなんで。そうだけど、今日はブラザーズラブを本当の BL に。お前それ飲みすぎだよ、そんないらないって。これ半分らしいから。マジ、これめちゃくちゃ強力だからさ、それぐらいいいと思う。ぐらいで。そう、よし。危ない危ない、垂れる、垂れたらさソファーまで変なことしちゃう。はい、よっしゃ。じゃあ早速、男2人で同時に精力剤を飲んでいきたいと思います。飲みます。やばい、怖い怖い怖い。やるしかない。せーの、怖い怖い。そんな目で見んなよ。まだ入る。ごちそうさまでした。無理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 。どうこれ。あ、そんな舐めんなお前。怖い、俺が怖いだろお前。そこまで舐めるなよ。あー、やばい。あ、まだ大丈夫か。これね、いや、説明欄に10分ほどで効果が来るって言ってたので、ちょっと10分待ちます。はい、今のうちにちょっと心得とっとく。そうね、いや、ここでてか、あんまこっち見ないで、とりあえず。まだまだ効果くんの早いよ、まだ。あと10分、10分。ちょっと10分待ちます。スマホ電源切った？ちょっと切らしてもらいます。マジで怖い。てか、その前に俺が一番危ない。ちょっと切ろう。どうする？こっち見ないな、あんまり。いや、こっち見ないでじゃない。ちょっと一回なんか、余計に今日、なんか、俺らかっこいい。そのボディタッチやめて。余計に俺らなんか今日かっこいいじゃん。なんかピカピカしてる。しかも、なんで半袖なんだよ、なんか。なんか肌が、いや、人肌が恋しくないで。冗談ね、まだ全然来てないし。はい、まだまだこれからちょっとコーヒー飲まないとね。コーヒー飲んだらめっちゃ効果やばいらしいよ、これ。
まあまあいつも慣れてることじゃん。2人でベッド同じなんで寝てるわけじゃん。ここでさ、これ飲んだからってなんかあるわけじゃないでしょ。ベッドで飲むってやつも面白そう。まあ十分ですこれで。まあちょっとじゃあちょっと15分ぐらい待ちましょう。よっしゃ。はい、はい、ってことでもう15分ぐらい経ったのかな。15分経ちましたね。経ったね。どうする？いやなんかね、正直そんな変わったことないけど、ちょっとなんか心拍数上がった感じはするね。してちょっと触るなってそこ落ち着きないの俺だけ触んないで、ちょっとやめてやめて分かるお前これ。やめて待って、くすぐったいじゃあこれでこれで検証。何も別に変な、何も待って待って、いやいやいや、バカ。それは、これ飲む前、これ飲む、飲まないにしろ、ここ触られたら俺感じるって。待って、じゃあ、お兄ちゃん、来て。俺が今気持ちよくしてあげるから。その声なんだね。ねえ、ちぎれたんだけど、やめて。ちょっとさ、俺、ここら辺はいいんだけど、なんか硬くなってきてるんだよね。いや、自分は平気。わかる？硬くなってきてない？硬くなってるって、まさかの。いやいや、ちょっと、ね、頭がね、そう、頭が硬くなった。今硬い、やっぱ頭硬いんで僕ら。ああ、なんか俺めちゃくちゃヤバくなると思ってたらそうでもない。ちょっと熱いけど、うん、いや全然いける、うん、全然いける。ちょっと脱ぐ。脱がねえよ。熱くね、なんか全然大丈夫。どう、今のどんな感じ？今正直、はい、今、いや正直に言ってちょっとエッチな気分になった。いやエッチな気分っていうか、これってどういう気分なの？あ、熱くなっ、わかる？ここら辺でなんかあの燃えてる、なんか気持ちがモヤモヤするよね。わかる？なんか別に興奮してるわけじゃないんだけど、なんか今座っていられない感じ。なんかここのソファー立ち上がってなんか外出たいみたいな感じ。ちょっと俺電話していい？マジでこれ。いやもう電話するなって約束だったじゃん。女性の声が聞きたくなる。ね、女性の声のモノマネしてあげるから。違う、エネス。いいからお前気持ち悪い。お前とこんな同じ空間で飲む俺がバカだった本当に。お前から飲もうって言ったじゃん、この前は。ごめんとか言って。違う、触るなそこ。あう、マジで触んないです。さっきエネス触ったから次は僕が触るよ。やめろ本当に。やめろ、マジでやめろ。やめてやめて、本当になってやめ。気分おかしいからちょっと俺で電話して、今日誰かの声、誰かの声聞きたくなってきた。いや電話したくていいから普通に。はい、何が何でもコントロールして。でもうどうしてもコントロールできねえんだよ。それどうしてもなんかしたいんやったらお風呂行け。お風呂行け、うん、俺はベッド行け。人に電話とかして迷惑かけるより、どうしてもね、もう我慢できないんだったらベッド行ってどうすんだよ。2人しかいないんだからお風呂行け。ベッド行こう。だからお風呂行け。1人でお前ベッド行こう。俺を巻き込むなって。いやマジでベッド行こう。待って待って待って、俺を巻き込まないでベッド行って。ベッドじゃねえや、間違えた。お風呂行ってお風呂、俺もやっぱやりたいかもしんない。ベッド行って、なんかちょっとベッド行くかじゃん。ベッド行ってこい。待って、マジでキャラ崩壊してんだけど。マジベッド、ベッド。俺らもうチャンネル閉めちゃっていいか。いいから。え、待って、カット、本当に言ってんの？ビデオだから言ったの？一回カットしていいから。ギャブリオを見合わさせてもらうの、やめて。俺カットでいいから。まだ早い、まだ早い。動画撮ってないから今。視聴者さんがかわいそう。違う、カットだってここ。いや、まあもうちょっとだけ待って。一回ベッド来いよ。いや、一回ベッド来いよ。ちょっと待って、マジ。来いよ一回で。分かった、分かった。早く来いよ。皆さん脱出してきた。やばかった。ベッド連れて行かれて。来た。おい、お前逃げるなよ。おい、逃げるなよ。何お前、何ベッド誘ってて変なこと。なんかおじさん本当におかしかった今。やっぱ撮ってた。撮ってた。まだ回ってるカメラは。いやこいつベッド連れて行ってさ、なんか変な耳元で変なつぶやいてんの。こうやって待ってよ。俺らもしかして本当に BL かもしんないとか言い出してさ。いや俺らの BL の意味はボーイズラブじゃなくてブラザーズラブって何回も言ってんのに、お前わかんないの？ちょっとわかった、今俺水結構飲んできたから。オッケー、大丈夫、オッケー。ちょっとごめんね、なんか大丈夫、大丈夫、俺は大丈夫。よし、やばいな、どうする？もうちょっと待とう。もうあの間もなく1時間経つので、飲んでから効果切れ始めてきてます。今ちょっと俺正常に戻った。いやこいつさっきのベッドのとこ映せばよかったけど、ベッドやばいよ本当に。耳元でつぶやいてんのやめてお前。でも1時間ぐらい俺らベッドにいて、マジで逃げてきたからごめんなさい。ちょっとあの人肌恋しくなってきたかもしんない。うん、ちょっとキャラ壊した。だからってお兄ちゃんの耳元でさ。だからってじゃないでしょお前。何だから。だから本当に何かしたいんだったらさ、お風呂行ってさ。じゃ今から行くから。シャワー浴びてこいよ。じゃあちょっとシャワー浴びてきます僕ら。いや俺はお前とは今日は一緒に入んない。さすがにいつもお風呂一緒でも今日はね
はい、今日は今日一人でいいじゃん今日ぐらい。まあ一人で入ります、ね、はい、まああのってことで本日は、まあ、兄弟2人で精力剤を同時に飲んでみました。正直に言ってちょっと大げさとかさ動画作るためとかじゃなくて正直に言ってどんな感じ、はい、この気持ちは。いや正直に言ってあの男でも触りたくなる、うん、分かる。まあそれは嘘じゃないです。触りたくなる、どこでも触りたくなる。強力なんで、まあ人肌恋しくは絶対なりますけど、あの同性異性分かんないけど、でもさすがにお兄ちゃんの耳元言ったやつは嘘でしょ。いやマジで相手の体に触りたくなる。僕から一言言いたいのは、なんか本当に大切にしてる人とか、なんか本当に、まあ、僕らみたいに仲いい兄弟とかで一緒にやると気持ちがねちょっと良くない気持ちになる。後からなんか関係壊す、なんか分かる、目を見るのが恥ずかしい今。そうだね、もうカメラでも見えてるお前の目。はい、今日は、まあ、この兄弟の過激な動画見てくれてありがとうございました。ありがとうございました、はい、またあの皆さん何かあれば質問くださいとチャンネル登録もよろしくお願いします。皆さんは真似しちゃダメだよ。絶対真似しないでください。よく普通にドン・キホーテとかにも売ってるよね売ってるね。あれとレベルが違うから。まあでもあれもあの危ないんで、こういうなんていうの、兄弟とかではやらないようにしてください。はい、本当に恥ずかしい今もう、この後動画切った後がもうどうしよう、うん、ちょっと、はいはい失礼しました。ってことで皆さんまた明日の動画もお楽しみにしてください。はい、また明日ね、バイバイ。ちょっともう一杯飲む。いや、歌の夜恥ずかしい、やめて。もう一杯飲む。いや、おん、立ち回る。もうこの後、あ、カメラ切っとけよ最初に。ちょっと待って、恥ずかしい。コメント欄全部呼びますのでお願いいたします。あといいねボタンしてください。チャンネル登録もまだの方、これからいろんなジャンルの動画出していきますので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。本日もありがとうございます。ありがとうございます。